皆さんこんにちは、スイチャンネルです。台風がやってきます。風が強いですね。今回はですね、もう間もなく台風がこの海にやってくるんですけれども、今回台風の前後を撮影してですね、台風によってどのような変化が海に起こるのかをご紹介したいと思います。台風はね、何も悪いことばっかりじゃないんですよね。いい意味での変化っていうのもね、合わせて知っていただければなと思っております。ということで、それでは行ってみましょう。
さあ台風が通り過ぎまして2日後の海にやってきました。結構ね、穏やかになっておりましてね、海水浴客でにぎわっております。さあそれじゃあですね、海の中どのように変わったか見ていきたいと思うんですが、砂地はね、まあでも結構砂がえぐれてるかな。はい、行ってみましょう。